クライド・バーノン・セスナは、アメリカ合衆国のパイロット、航空エンジニアで、航空機メーカーのセスナの創立者である。クライド・バーノン・セスナは、アイオワ州法ーーンに生まれた。一家の祖先はフランス及びドイツからの移住者であった。2歳の時、一家は、カンザス州キングマン郡のラゴに移り住む。少年時代から独学で、機械技術を学び、農業用の機械の改良などを行った。 後に、オクラホマ州のエニットでカーディーラーとして成功した。航空機への関心は1910年にカンザス州で航空博覧会を見たことから始まる。この博覧会は将来彼が航空業界でのキャリアを追求するきっかけとなった。セスナはオクラホマを離れニューヨークに向かう。ニューヨークのクイーン・エアロプレーンカンパニーで短期間働き。 ここで航空機の製造について初めて学んだ。セスナと彼が2番目に設計したコメット。これはシルバーウィングの改良版であった。1916年頃、1911年に最初の機体、シルバーウィングを設計した。これは木製ハフバリの単葉機でブレリオクシーのアメリカ版であった。40HP で1050回転の4気筒。 ニストロークエンジンのモーターボート用のエルブリッジ、エンジンを搭載した。機体の完成後、セスナはアルファルファグングレートサルトレークでの飛行試験を考えた。最初のテストでは滑走中に転覆し、修理に100ドルを要した。リリークできないテストが続き、13回目のテストで機体がジャンプし、林の中へ墜落した。セスナはクラッシュした後、欲求不満を抱え、 私はこの物体を飛ばすつもりだ。私はもう飛行機とは別のことは決してしない。と叫んだ。結局セスナは1911年6月に初めて飛行に成功した。その失敗を嘲笑っていた人々は一転して彼を大胆なヒーローエニットのバードマンと呼んだ。飛行の技術を12月まで自得した後5マイルほどの飛行を成功させ彼は ハートランドミシシッピ側とロッキー山脈の間マイナスで飛行機を製作し飛行させた最初の人物であった。シルバーウィングが成功した後、セスナは航空業界への関心を追求するために自動車販売の仕事を辞めた。1912年から1915年の間に、セスナは40馬力から60馬力のアンザに6、気筒エンジンを積んだ単用をいくつか開発した。 この間、週末には地方で行われるイベントで飛行機を飛ばすことが多く、その際には報酬を得ていたと判明した。1916年、セスナは翌年の航空展示会シーズン用の新しい飛行機を製作するために工場用の建物を取得した。彼の工場は2つの目的を果たした。一つは飛行機の製作であり、もう一つは 飛行学校として5名の生徒を要した。しかしながら1917年4月にアメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、偽物飛行の需要は減少した。唯一の収入源が多戦争が終わると民間航空への関心が増大し、1925年にセスナはウォルタービーチ、ロイドステアマンとトラベルエアーをカンザス州ウィチタに設立した。 セスナが社長を務める間に、同社はアメリカの大手航空機メーカーの一つとなった。その成功の要因は、セスナの進歩的な設計コンセプトと多くのスピードを及び飛行距離の記録を確立する過程で国際的に認められていったことにあった。しかしながら2年後、ビーチラと単用か副用を採用するかの意見の衝突があり、 セスナは自らの会社を作るためにトラベルエアーを代謝した。セスナ DC-6B1900。ルースはわずか1ヶ月後に自身の持ち株をセスナに売却して事業から手を引き、会社は12月にセスナヤクラフトコーポレーションに社名を変更した。1927年の後半、セスナは効率的な単葉機の設計と製造に苦労した。 セスナ王は1927年の終わり近くに完成した。王の後 CW-6 が1928年に飛行し、DC-6 は1929年に飛行した。その後、息子のエルドンと協力して競技用機の CR シリーズの開発に成功した。新型機が成功したにもかかわらず、世界恐慌によって飛行機の販売は激減し、 会社は破産申請を行い1931年には完全に閉鎖された。1934年にセスナはビチタ工場を再開したが、1936年においで航空エンジニアのドウェイン・ウォレスとその弟、弁護士のドワイト・ウォレスに売却した。会社の売却後、セスナは農業の生活に戻った。彼は地元の農家のためにディーゼルエンジンを搭載した3。 機式のトラクターを開発した新しい経営者によって、セスナ社への参加を求められるが、経営には参加せず、会社の象徴的な存在として活動するだけであった。クライド・セスナは1954年11月20日、カンザス州ウィキタで74歳で死去した。彼は死後、1978年にアメリカ国立航空電動入りし、 2013年にはフライング氏の51人の航空英雄のランキングで27位にランクされた。ありがとうございます。